ダコタというそうです。イギリス、なんでこんな島に。村長、団長、女隠せ。若い女子供を家に入れて外に出させんな。慌てんなっちゃ、戦争はもう終わったんだ。終わったんじゃねえ、負けたんだ。大丈夫らか。オーケー。終戦から5ヶ月、佐渡の地に舞い降りた一機の英国機が運んだものは。あんたは今でも戦争を続けてるつもりなの？ひろちゃんには分からんちゃ。ここで海を見とれば必ずええことがあるの。自分は死ねと教えられました。お国のため。やかましい。そんな言葉が黙っとれ。この島にはいろんなもんが流されてきた。天使様も流されてきた。日蓮上人も世阿弥さんも無宿人もら、天皇陛下から罪人まで全てを受け入れてきた島ら。今ならば分かる。その島が選んだのは憎しみか日本人の誇りか。67年の時を経て今よみがえる感動の実話。飛べダコタ。